初めてのミラーレス一眼レフカメラもし最初に一本だけレンズを選ぶとしたらどのレンズを選ぶべき <music> どうも皆さんこんにちは石田祐一です今日の動画ではもし初めてミラーレス一眼レフを買ってレンズを最初に一本だけ選ぶとしたらどのレンズを選ぶべきかというお話をしていきたいと思います今日の動画の内容は 簡単にズームレンズと単焦点レンズの違い単焦点レンズのいいとこ6つソニーのどの単焦点レンズを選ぶべきかそして最後にキットレンズについてどうなのかというお話をしていきたいと思いますためになる情報が結構入ってると思うので是非最後まで見ていただけると嬉しいですそれでは最初にズームレンズと単焦点レンズの違いについて簡単にお話をしていきたいと思いますズームレンズは1本のレンズで画角が変えられます、まあ、例えば 望遠側から広角側といったぐらいに1本のレンズでそれぞれの焦点距離というのをカバーできます一番のメリットはむちゃくちゃ便利ですレンズを何本も持って歩かなくてもこれ1本でなんとかなりますなので旅行に行って荷物を減らしたい時とかあとはまあ結婚式の撮影とかシチュエーションが目まぐるしく変わる状況だとやっぱりズームレンズというのはすごく役に立ちます でもいわゆる一眼レフの雰囲気っていうのはなかなかズームレンズでは出しにくいです今は iPhone とかスマホのカメラの性能がむちゃくちゃ上がっているので iPhone で結構綺麗な写真が撮れると思うんですよねでそれで一眼レフに変えてでズームレンズをつけてもやっぱりなんかその写真があんまり iPhone と変わらないなっていうのはやっぱりだいたいズームレンズっていうのが原因だと思いますズームレンズでもちゃんとボケ味が出せたり 綺麗なシャープに映るレンズもあるんですけども、そういうレンズはだいたい重くてでかくて高いですね。それに対して単焦点レンズっていうのがこちらのようなレンズなんですけど、すごく設計がシンプルなレンズになります。例えばズームレンズでこのレンズの中に約12個のレンズが入っているとすると、こちらまあ半分の6個とかぐらいですね。そのズームレンズっていうのはその焦点距離に合わせて レンズを構成していかなきゃいけないのでそれよりレンズが中に必要になってきますそれに対して単焦点レンズだともうシンプルにあの一つの画角だけなのでレンズが少なくて済みますまた中に入ってるレンズが少ない分まあ、軽くてねよりシャープな絵が出せますでそして値段も安いですねそれではなぜ最初のミラーレス一眼レフのレンズに単焦点レンズをお勧めするかという理由を6つに分けてお話をしていきたいと思います で最初の1点目なんですけども単焦点レンズだからこそ出せる一眼レフっぽい雰囲気があります iPhone とかスマホの写真が今すごく綺麗な中でやっぱり一眼レフが欲しくなる理由っていうのは多分主に2つあってで1つはボケ味が非常に綺麗っていうことだと思うんですよね特にポートレートなどの人物撮影の状況だとやはり単焦点レンズっていうのはものすごく綺麗にあのボケ味を出して撮ることができます で、もういわゆる一眼レフというような絵が出てくるので、初心者が単焦点レンズを取って写真を撮ると、もう一気に自分のあの腕が上達したような気持ちになりますね。僕も初めて単焦点レンズを使った時、ああ、自分ってむちゃくちゃ写真上手いじゃん。っていう風になんか勘違いしてたことがありますね。単焦点レンズはやっぱすごくボケが綺麗で、そのとろけるような滑らかのボケになって。 で後ろの木漏れ日とかがなんか丸っぽくなってたり夜景とかイルミネーションのライトが綺麗なまん丸になっていてすごくふわふわ写真になるのでそういった撮影を可能にしてくれるのが単焦点レンズになります2点目ですけど単焦点レンズはすごく解像度がが高くてシャープな絵が出てきますでちょっと最初にお話ししたように単焦点レンズはすごくレンズの設計がシンプルで。 ズームレンズに比べてレンズの数が少ないので,でその分綺麗な解像度の高い絵が出てきます単焦点レンズで風景などを切り取るとすごく迫力のある絵が出てきますそれに対して安いズームレンズとかだとちょっと眠いような絵が出てきますね単焦点レンズが出す解像感だからこそスマホとかアクションカムとかそういったカメラとの差別化ができますね 3つ目なんですけども単焦点レンズは暗いいとこででの撮影に強いです単焦点レンズは F 値が1.4とか1.82.8などすごく高いので光をより多くとり込めるので暗い場所の撮影でもズームレンズに比べて非常にきれいに光をとって少ない光量の場所ででも撮影すすることができます僕自身夕方から夜間の撮影はもうほぼほぼ9割ぐらいを単焦点レンズで撮るようにしてますね。 でやはりその動画でも写真でもその夕方夜間っていうのは一番光のきれいな時間帯なのでその時に少ない光で撮影ができてでしかもボケ味が綺麗なので夕暮れ暗いとこでの撮影は本当によく使用しますねそういった暗いとこでの撮影っていうのはやっぱりスマートフォンとかはむちゃくちゃ弱いのでセンサーが小さいので,でそういった意味で単焦点レンズっていうのはスマホとかから一歩違った写真を撮ることができます。 で4つ目なんですけども単焦点レンズは上達がしやすすいですズームレンズに比べて単焦点レンズっていうのは画角が変化しないので写真や動画を撮るのが結構難しいんですよねその画角が一定に固定されているので自分がどうしても前とか後ろに動かないと画角というのが変化しないので体を動かすことによってその画角の感覚をつかむことができます。このの状況では広角の 単焦点がいいとかこの状況だと標準レンズ望遠レンズがいいっていうのがとっさに判断できるようになってきますこの状況で2歩前に進めればきっといい画角になるとかちょっと後ろに下がれば綺麗な画角になるっていうのが体で覚えていくことができるのでより迫力のある絵になりますでズームレンズだとやっぱり足を動かさないで 例えばすぐ広角から望遠にして遠くのものを撮ったりするんですけどそうすると広角のレンズで出せる面白い画角というのを失ってしまって迫力のない絵になってしまうのでズームレンズを持っているとそういう危険性があるんですけども単焦点レンズだと強制的に足を動かすのですごく上達がしやすいですね。点点目ででですすけど単焦点レンズは小型で軽量です簡単に言うとこれぐらいの大きさで,でズームレンズがこれぐらいですね大きさを比較すると。 小型で軽量なのでもうとにかく持ち出しやすいですね。初心者の方がミラーレスや一眼レフを買った時にまあ、大切なのが撮影回数を増やすこと。で、そうするためにやっぱりいつも持ち出したくなるっていうのが大切だと思うんですよね。で、それで重たくてでっかいレンズをつけているとやっぱりよいしょっていう気持ちになってしまうけど、やっぱ小型だったらあちょっとお散歩のついでに持っていこうとか、 なんか買い物の後に景色が綺麗だったら写真撮りたいみたいな感じで気軽に持ち出せるという点ですごく機動性が高いですねカメラを買った最初の頃っていうのはもうその機材云んというよりはまあいかに撮影をして経験値を上げるかと思うのでそういった意味では小型軽量であるっていうのはすすごく重要な要な素だと思います6点目ですけど単焦点レンズは安いです単焦点レンズはすごく安い割に画質で言ったらズームレンズより綺麗なことがほとんどです しかも高級なズームレンズとかと比べても F 値が大きいのでより明るくて難しい場面でも撮影することが可能になってきます簡単に綺麗な写真を撮りたいとかいい絵が欲しいというなら単焦点レンズにしておけばすごくコスパが最強ですそれでは今からどの単焦点レンズを選べばいいかというお話をしていこうと思いますもし初めの1本の単焦点レンズを選ぶとすれば 僕は 35mm の F1.8 がおすすめかなと思います。35mm の画角は標準よりやや広角の画角で、そこそこ広いので風景の撮影が可能です。35mm の F1.8 をお勧めする理由は主に3つあります。最初の一つはコスパがすごくいいですね。35mm のレンズは結構安いことが多いです。なのですごく手にしやすい価格帯ですね。 例えば F 値が F1.4 になると2倍から3倍ぐらいに変わってしまうしで重さもだいぶでかくなってくるので 35mm の F1.8 というのは価格が安くてでサイズもコンパクトであることが多いのでお勧めしますねで2点目の理由なんですけども 35mm は万能な画角ですそこそこ広い画角なので風景撮影もできますし何か対象物によってでクロスアップショット摂写をすることも可能です なのでそのポートレートの撮影から風景撮影それから例えば料理のテーブルフォトなどそのいろんなシチュエーションに合わせて撮影ができるのでそういった意味ですごく万能だと思います。で3点目なんですけども 35mm は結構シネマティックなルックですね 35mm だと超広角レンズに比べて歪みが少なくて素直な絵が出てきます。 また中望遠とか望遠レンズだと圧縮効果っていうのが出てくるので35、mm、だだととそこら辺がうままくバランンスの取れたレンズだと思いますね今簡単に 35mm の F1.8 を最初にお勧めする理由をお話ししたんですけども 50mm とか 55mm の標準のレンズはどうなのっていう疑問が多分あると思うんですよね。50mm もまあ結構いい画角なんですけども初心者に対してはちょっと画角が狭いと思うんですよね。 そのポートレートとか物撮りにするにはまあすごくいい画角なんですけどもちょっと広い風景を写したい時には初心者にすごく狭い画角だと思うので 35mm の方が僕は無難かなといいう,うに思います。そして 50mm のレンズの場合には結構寄れないレンズが多いのでそういった意味で初心者の方だと若干戸惑いやすいかなというふうに思いますね。で 35mm だと確か 20cm とか 25cm ぐらいまで近づけるのであのかなり扱いやすいです。 それにに対して 50mm 50cm だと50ぐらいになるのでそうすると結構あれ全然焦点が合わないみたいなことがあ,のありうるので 35mm っていうのはよれるのでおすすめですソニーのレンズでお話しするとフルサイズのミラーレスを検討されている方だったら FE35mm F1.8 というのをおすすめします,、ね、すごく万能レンズで価格もソニーの中では比較的安い方なのでおすすめできるレンズですね ソニーの APS-C のカメラの購入を考えていられる方だったら E 三十五ミリ F 一点八 o s s っていうレンズがいいと思います。APS-C は画角が一点五倍になってしまうのでその厳密に三十五ミリではなくなってしまうんですけども APS-C 専用のレンズだったらまあこれがいいのかなというふうには思います。APS-C の五十ミリの F 一点八だとそれこそ八十ミリ九十ミリぐらいになってしまうので,でそれよりは三十五ミリの方が扱いやすいと思います。 こちらのレンズだと結構安くてまあ、4万5万円ぐらいであの購入できてしかもレンズ内手ブレ補正がついているので本当に初心者にはあの最適なレンズかと思いますもし初めてミラーレスを購入するけどレンズを2本買える余裕があれば1本ズームレンズを足しとくっていうのは結構賢い選択かなというふうには思いますねフルサイズのズームレンズだとこちらの24から 105mm の F4 の G レンズっていうのはすっごく万能なレンズなのでおすすめしております ズームレンズだけどボケ味がすごく綺麗ででシャープネスがすごく高いですねでこちらに関しては詳しいレビューを他の動画で出しているのでそちらを参考にしていただければと思いますソニーの APS-C 用のズームレンズだったら、まあ、18から1 0 5ミ、mm、リの F4 のレンズをお勧めしますねそちらのレンズはあまりボケ味も良くないんですけどもとりあえず広角から望遠までカバーしているので、まあ、シチュエーションに合わせて単焦点レンズを使用して 単焦点レンズが不便な場合にはズームレンズを使うというのでお互いの弱点を補うことが可能ですね最後にキットレンズについてお話をしたいと思いますキットレンズは全然おすすめしませんでおすすめしない理由は主に3つありますで1つ目がキットレンズの画質が結構微妙ですキットレンズはだいたいズームレンズが主になっているのでそうすると単焦点レンズに比べて画質が著しく落ちます そしてキットレンズはレンズ自体がすごく安いのでクオリティがやっぱすすごく悪いですねで2点目なんですけどもキットレンズはボケ味が全然ないですでやっぱり初めて一眼レフを買ってようやくボケる写真や映像が撮りたいと思ったのにやっぱ全然ボケないっていうのはやっぱキットレンズはそういったことが起こりえますスマホや iPhone じゃなくてせっかく一眼レフを買うんだから やっぱりそれはボケないレンズじゃなくてやっぱしっかりと綺麗にボケて改造感のある写真を撮るべきだと僕は思うのできっとレンズはなるべく下げた方がいいですね。で3つ目ですけど、まあ、画角がすごく微妙ですね。標準のズームレンズだと APS-C だと18から55それからフルサイズだと28から75ぐらいですけども、まあ、両方結構標準の領域だけど幅もそんな広くないんですよね。でまた ダブルレンズズームみたいのがあってその標準レンズとあともう一本望遠レンズがセットで付いてくるってあるんですけどもこれもむちゃくちゃ微妙なのでできれば買わない方がいいですねその望遠レンズも 55mm から 210mm とかぐらいなんですけどもむちゃくちゃ使いにくい域なんですよねそれでいてすごく F 値が暗いレンズなので,で後々使わなくなくっちゃうんですよねそういった意味でやっぱりあとから使わないんだったらやっぱ最初から買わない方が無難です ちょっと長くなってしまったんですけどもまとめると初めてミラーレス一眼を買うとしたらレンズは単焦点レンズをお勧めしますで単焦点レンズだとそのスマホとか iPhone から撮れる写真と違ったクオリティの写真が出てきますでそれは例えばすごくボケが出たりあとはシャープな写真が出てきますでそれでいてすごく安くてちっちゃいですねそしてカメラボディについてくるキットレンズっていうのはなるべく買わないようにした方が無難です でそれを買うんだったらやっぱり単焦点1本を買って、ね、それで練習していった方が全然綺麗な写真や動画を撮ることが可能ですというわけで初めてのミラーレスカメラにおすすめする最初のレンズ1本についてのお話でしたでもしこの動画がお役に立てればぜひ高評価ボタンの方とチャンネル登録の方をよろしくお願いします僕のチャンネルでは主に映像制作についてお話をしておりますそれでは皆さんまた次回の動画でバイバーイ